でも出さないと耐えて、そこのギリギリところでやっぱり注いでくれたのが良かったかなと思いますね。みんな騒ぎたいはずなんですけどね。そうなんですよね。おーとかね、うわーとか、あとちょっとって言いたいんですが、まあ、あくまで、ということで、ロボットから送られてくる映像だけで操縦するというのが、この競技のルールですので、なんとなくこう次回はみんながわーっと盛り上がっても、あの操縦者に何も情報が伝わらない方法でうまく考案できるといいんですけどね。そうですね、なんかこう、はい、もう耳栓をしていただくとか。結構